こんにちは、セツジです。今日は5月18日時点の最新情報をお送りします。パクチーで新人さんがデビューされたんですけども、それの話題と、あと東京ではこの週末あずま踊り、あと浅草三社祭りが開催されます。京都の上津県のビアガーデンの情報が再び公開されましたので、それらの情報をお送りします。まず京都から、本部長さんの鴨川踊りですね、現在開催中です。来週の24日ですね、水曜日が最終日になっています。次、五花台合同の6月に開催される、都のにぎわいですね、こちらチケット発売中です。次、祇園甲部の豆富士さんですが、東京で行われる着物展示会の方にイベントご出演予定になってます。5月25日水曜日、来週ですね。こちらの申し込みページからイベント参加申し込みがここでできるようになっています。続いて上地県さんのビアガーデンですね。この前ホームページが公開一旦停止になってたんですけども、先日また公開開始されまして、こちらに申し込みページも公開開始されてます。こちらですね。で、下の方に6月1日から受付開始になりますよっていうのと、あとオンライン予約のページですね、リンクが追加されてます。続いて祇園甲部さん、6月24日土曜日10時半からヨドバシカメラさん主催のマイコハン撮影会というイベントが開催されます。京都の大牧州大本山満腹寺の方です。こちらのヨドバシカメラさんのホームページにある申し込みページですね、こちらから申し込みができるようになってます。続いて祇園コーナーですね、現在も毎日18時と19時2回公演で開催されてます。続いて東京です。新橋さんのあずま踊りですね、5月21日日曜日から5月23日火曜日まで開催になります。ホームページこちらですね。はい、このホームページから下の方にチケットですね、こちらで購入が可能になっています。はい、続いて浅草さんです。5月20日土曜日21日ですね、浅草の三社祭りに合わせて組踊り鑑賞の集いが浅草鍵盤さんの方で開催されます。こちらですね、インスタグラムでご案内出ています。申し込みがですね、お電話でというのとメールでっていうことになってるんですが、当日ですね、12時半の会場に合わせて現地行けば当日券で入ることができるそうです。お近くまで行かれる方いらっしゃったらぜひ行ってみてください。続いて浅草芸妓のお座敷踊り、浅草文化観光センターでですね、来月6月3日から開催予定になってます。詳細はこちらにあります。続いて浅草芸者の春の舞というのが浅草ビューホテルアレックスさんの方で開催されてます。毎週金曜日21時からです。三社祭りが開催されている5月19日のみ開催されてないということのようなので、会場に行かれる予定のある方は事前にご確認ください。続いて八王子さん、5月20日土曜日14時からですね、ソートテラスの方で日常の八王子芸者さん撮影会が開催されます。こちらですね、撮影会とあと踊りですね、踊りも見れる特別なイベントとして開催しますよとご案内出てます。続いて北海道東北です。盛岡さんの方で5月27日12時からお座敷体験講座というのが料亭京極さんの方で開催されます。岩手県盛岡市にある料亭さんです。こちらですね、5月6月、9月、全3回で開催予定になっています。続いて、札幌さんですね。6月22日木曜日、全2回11時と18時、札幌踊りが同心ホールで開催予定になっています。こちらでですね、午前中の分のチケット購入、こちらから可能になっています。はい、続いて、坂田舞子さんです。定期公演ですが、ランチと演舞が12時から、演舞のみが14時から開催されています。続いて、秋田舞子さんです。6月3日土曜日に全2回、12時と15時に、お披露目特別劇場公演というのが開催されます。先日、秋田舞子さんの方で新人さんがデビューされまして、その方々のお披露目公演ということになってます。
こちらのですね、ツイッターの方で告知がされてました。6月3日ですね、まぶたさんといろはさんのデビュー公演という形になってます。続いて、チューブ、名古屋さんですね、7月1日19時から、また今池芸どころ、会場は今池特造というところでイベント予定されてます。こちらですね、今池特造っていうライブハウスみたいになってる会場のようです。こちらで告知されてまーす。続いて、金沢芸子さん。こちら定期公演ですね、毎週土曜日13時から、金沢芸子の本物の芸に触れる旅というのは、茶屋街の各お茶屋さんで開催されてます。続いて、熱海芸子さん。こちらも毎週土日11時からですね、定期公演、花の舞が開催されています。続いて、伊豆長岡さん。こちらも定期公演ですね、7月27日から来年の3月まで、芸子さんと楽しむお部屋食プランというのが、伊豆長岡温泉の三要素さんで開催されています。続いて関西、奈良の方ですね。5月26日金曜日18時から、遊ぶ大人の作法塾というのが、奈良の式亭さんの方で開催されます。インスタグラムの方で告知出ております。こちらですね。続いて大阪南地さんですね。6月10日土曜日19時から、いちずるさんを囲む会っていうのは、会場まだ未定なんですが、開催予定になっております。こちらですね。開催いたします。イベント会場は、日が近くなってきたら、公表されるかと思います。続いて、有馬芸子さん。こちら、毎週土日ですね、定期公演という形で、10時から14時の間、芸子カフェ糸の方で、イベント開催されております。続いて、九州、嬉野温泉さんですね、5月21日日曜日、12時半から、踊りと歌の嬉野公演が、佐賀県嬉野リバティ文化ホールの方で開催されます。こちらですね。ご案内出てます。続いて、博多さん。5月27日土曜日13時から、博多芸妓公演5月公演が開催されます。会場は、博多伝統芸能館の方になってます。こちらですね。5月27日、こちらからお申し込み可能になってます。続いて、舞妓さん、芸者さんのニューストピックです。5月10日出てたニュースで、新潟さんですね。もうすぐ日本で G7 開催されるんですけども、それに合わせた国際会議とかがあって、それの一部が新潟市で開催されてるんですが、文化紹介、イベントですね。続いて、秋田さん。あと、新潟さん。あと、松山さんもなんですが、新たにデビューされた方がいらっしゃったんですけども、全部同じ5月16日にデビューされてまして、全部ニュースが出てる。秋田舞子が新たに2人デビュー。まめかさん、いろはさん。こちらですね。まめかさんといろはさんの2人が新たにデビューされて、踊り披露されましたよ、というニュースになってます。そしてこちら新潟さん。こちらも2人デビューされましたというニュースになってます。古町芸妓新人2人のお披露目の会が開催されましたよ。ニュースになってます。カズハさんとミスドゥさんの2人ですね。そして松山さんでもですね、17年ぶりになるそうです。新人の芸者さんが6月デビューされますというニュースが出ております。こちらにニュース出てますね。松山鍵盤古戦さん。襲名式が16日にありましたというニュースですね。なので本格的にデビューされるのは6月ということだと思います。あ、書いて、書かれてますね。お店出しが6月17日、来月ですね。お名前がこちら古戦さんですね。新人さんがデビューされる日がこうやって重なって、なかなかないと思うんですよね。本当におめでとうございます。デビュー一斉に決まるっていうのはこれは本当に素晴らしいことだなと思います。これからも応援しております。こちらのニュースは以上です。複数の地域で一斉に新人さんがデビューされるっていうのは、ほんと近年珍しくて、まあ、パラパラニュースがですね、あったことはあるんですけれども、既に5月16日にデビューのニュースが出てて、本当に喜ばしいことだなと思いました。まあ、各地域でですね、伝統文化として残すよっていうのを、いろいろ試行錯誤をされてってるところなんですけども、その試行錯誤が少しずつ、実りつつあるようで、とても嬉しいことだなと思っております。こんなイベントあるよとかあれば、皆さんもぜひですね、コメント欄で教えていただけると嬉しいです。ではまたお会いしましょう。